い、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。今回は、北朝鮮の潜水艦50隻が不明になったとね、いうなんとも緊迫感あふれる記事が出ていましたので、そちらをご紹介したいと思います。ご紹介したい記事はこちらになります。韓国と北朝鮮2日目の会談直前に北朝鮮の潜水艦50隻が不明、前線の砲兵も2倍に増加、挑発か戦争準備かといった感じの記事が出ていましたから、まあ、こちらの記事をご紹介して、その後、まあ、それに関連する補足的な情報をですね、いくつかお伝えしていきたいと思います。はい、ではですね、まず記事の方、いつものように政治さんから読んでいただきましょう。ではどうぞ。韓国と北朝鮮2日目の会談直前に北朝鮮の潜水艦50隻が不明、前線の砲兵も2倍に増加、挑発か戦争準備か。北朝鮮が8月20日に韓国に向けて砲撃、韓国が応射したことで瞬く間に高い緊張に覆われた韓国北朝鮮関係は、8月22日に続き23日にも協議が再開。北朝鮮は8月20日時点で48時間以内に拡声器を使った放送を止めなければ軍事的対応をすると強硬な姿勢を示し、韓国側も譲歩する姿勢を示さなかったため、1953年から休戦している朝鮮戦争が再開されるのではないかとして、日本国内でも動向が注視されていました。北朝鮮側が韓国の拡声器に対し神経質になっているのは、金正恩体制に影響を与えかねない一部を放送しているためとされており、北朝鮮国内の報道では伝わってこない幹部の処刑や豪華な暮らしぶりなど、金正恩にとって知られたくない内容であることに加えて、韓国の拡声器は20キロメートル以上離れた場所にも音声が届くことにもあるようです。また韓国側は今回の拡声器放送を2004年以来11年ぶりに再開したという点も、北朝鮮の神経を逆なでし、両国の対立が先鋭化した要因として挙げられています。緊迫した両国でしたが、22日夕方に両国の高官が会談することで合意されたと発表され、軍事衝突の懸念が遠のいた可能性があるとして、その結果に関心が集まるとともに、どちらが譲歩したのかという点にも注目が集まっていました。北朝鮮側が示していた期限は22日の17時30分、その30分後に予定されることになった会談は、北朝鮮側が21日の夕方に提案してきたといいます。その後22日にかけて両国は会談の出席者について交渉を重ね、結局合意に。北朝鮮側は金正恩第一書記の最側近の一人とされる朝鮮人民軍総政治局長が出席するとして、緊張緩和に積極的な姿勢だったと捉えられています。北朝鮮側はまた会談を報じるニュースの中で、韓国を通常の南朝鮮といった呼称ではなく正式名称で呼ぶなどの配慮も見せていました。会談は実際には開始予定時間の18時から30分ほど遅れて始まったとされており、会談前には両国の代表が微笑みながら握手する写真も会談の終了前にメディアから配信されるなど、和解に向けたアピールもありましたが、問題の会談は順調とはいかず、23日未明まで続けられた会談は決着しなかったため、23日15時30頃から再開されることに。2日目の会談直前の15時25分頃には、韓国メディアが北朝鮮軍の異変を速報で流しています。それによると、北朝鮮は保有する約70隻の潜水艦のうち50隻を作戦に投入、前線で射撃準備に入った砲兵の数も2倍に増加したということで、一層の挑発なのか、それとも戦争の準備に入ったのかとして強い関心を集めています。特に投入された潜水艦の数は普段の10倍に達しているといい、位置を探知することも困難な潜水艦が多数、韓国を攻撃できる位置に向けて出航した可能性に対し強い懸念の声が出ており、韓国側は艦艇による哨戒を強化しています。米韓の協調体制を強める韓国側では、週末もソウルは落ち着いていると報じられており、買い占めなども行われておらず、スーパーへの来客数も平常並みだといいますが、警官の休暇が取りやめになるなど、水面下では緊張が続いているほか、中国が北朝鮮の国境近くに軍隊を移動させているとの情報もあり、状況は予断を許していません。はい、という記事でした。では記事もう一度、出しましょう。
まあ、今回のことが起こるまでの経緯としては、まあ、ざっくりと言ってしまえば、まず北朝鮮が、韓国との、まあ、国境付近に韓国側の方に地雷を埋めたとされています。それによって韓国側の兵士2人が大怪我をして足を切断するほどの怪我を負ってしまいました。そして、まあ、その報復措置として韓国がまず拡声器で北朝鮮の、ね、悪口を大音量でね、ぶっ放しました。これは久々ですよね。確か十何年ぶりぐらいの拡声器の登場でした。ちなみに拡声器はこちら、あ、失礼しました。これじゃないですね。あ、これね、私の知り合いが、韓国と北朝鮮を拡声器で、あんな拡声器でやってんのとか言ってね、真顔で言ってきたんですがね、それがこちらですね。これではなくて、こちらですね。失礼しました。こういった感じのね、巨大な拡声器装置と言えばいいんでしょうか。うん、韓国製のものは夜だったら20キロぐらい先まで、声がね届くようです。うん、一方北朝鮮の拡声器はそこまで性能がいいものではないらしくて、なんだかボソボソとね何言ってんだか分かんないぐらいのものらしいです。まあ、ですからそういった、拡声器で北朝鮮に都合の悪いことを、ね、言われ続けると北朝鮮としては我慢ならないと、まあ、そういうわけで北朝鮮はね、韓国に向けてね、ぶっ放しましたね、一発。そしてその報復として韓国もまたぶっ放したと。まあ今現在ね、そういった経緯があって、現状に至ってるわけですが、この記事では、北朝鮮、二日目の会談直前に潜水艦50隻が不明と、さらに前線の砲兵も2倍に増加といった感じになってるようですね。うん。ちなみにこの砲兵というものは、ウィキペディアのページを、ね、出しましょう。こちらですね、砲兵、陸上戦闘を行う、兵科の一つであり、火砲、ロケット、ミサイルによる支援攻撃を担っていると、陸上の自衛、失礼しました、日本の陸上自衛隊では特化と、称されるということで、まあ、こういったものが砲兵というものですね。はい。こちらアフガニスタン紛争の時のアメリカ軍の砲兵ということです。今回の記事によれば北朝鮮は、8月20日の時点で48時間以内に拡声器を使った放送をやめなければ軍事的対応をすると、韓国に脅しをかけました。しかし韓国側も、一歩もね、譲歩する姿勢を示さず、やるんならやってみろ的なね、強気の態度を、取ってます。で、その結果、もしかしたら1953年から休戦している朝鮮戦争が再開されるのではないかとね、日本でもね、連日のように報道されているというわけですね。うん。まあでも一方ですね、そんなことは言いつつも、一応韓国側と北朝鮮側で、まあ対談というか、うん。和解交渉的なものがされていて、まあ、それによればね、会談前には両国の代表が微笑みながら握手をしていたようですね。どういうこっちゃって感じなんですがね。さらに、2日目の会談直前の、3時25分頃には韓国メディアが北朝鮮軍の異変を速報で流しています。それによれば北朝鮮が保有する約70隻の潜水艦のうち50隻を作戦に投入。前線で、射撃準備に入った砲兵の数も2倍に増加したということで、まあ、これがね、より一層の挑発なのか、それとも戦争の準備に入ったのかね、非常に関心を集めているということですね。ちなみに、ね、こんな情報も出ていましたね。こちらはですね、あ、こちらは先ほどと一緒ですね。北朝鮮の潜水艦、大半が姿を隠すということで、うん、北朝鮮が配備する潜水艦の 70% が基地の港から、出港し、行方をくらましていると。どこかにね、隠れているんでしょうか。さらに、こちら、北朝鮮上陸作戦用ホバークラフトも全身配備か。
ということで、北朝鮮が上陸作戦用のホバークラフトと特殊部隊を韓国との境界線近くに前進配備したということで、なんかすごいですね。潜水艦50隻も出して、どこかに隠れさせて、さらに上陸用のホバークラフト、特殊部隊を韓国との境界線近くに配備していると、まさに一触即発という感じになっているのですが、なんかどうもですね、これ個人的にあまり緊張感が感じられないというかね、そういう感じがするんですよね。例えばですね、こちらの記事もご紹介しましょう。まあこちらは、先ほど言った北朝鮮と韓国の、会談の記事なわけですが、その中で北朝鮮がですね、韓国のことを大韓民国と正式名称を使い、異例の紹介、まあ要するに敬意を払ったって感じですよね。普段でしたら北朝鮮は大韓民国なんてね、国を認めていませんから、正式名称をね通常使いません。ここに書いてあるように通常は南朝鮮とか傀儡っていう言葉を使います。なのにおかしいですよね。今まさに一触即発の険悪な状態、険悪の頂点にあるようなところで、なぜこんなね大韓民国というね正式名称を、使うんでしょうかね。まあもちろん考え方としては、まあ本当にね戦争、状態まで持っていきたくないっていう見方もあるかもしれませんが、これ結構ね多くの方がまあ指摘していることでもあるのですが、今度来月9月の3日に中国で、式典がありますね。中国が抗日戦争勝利式典と呼んでるものですが、まあねこれそもそもおかしいんですが、中国は今の中国はね、まあ正確に言うと中国共産党は日本と戦争してませんから、勝ったも負けたもないんですがね、まあこの話題はね今回は置いておきましょう。まあそういった式典に、北朝鮮も韓国も中国からまあ参加しろよと言われてるわけですが、まあ正直韓国はアメリカと同盟関係ね結んでいるわけですから、それを裏切るような形で、中国にはね、なかなか行きづらいと。しかし一方中国との関係も、大事にしたいので、まあいわゆる韓国は両天秤外交ですからね、どっちつかずの、まあ、中途半端なね、外交をしているわけで、今ちょっとね中国呼ばれてるけど行こうか、でもアメリカかって感じでパク大統領、まあ悩んでるところだと思います。で一方北朝鮮も中国からね、誘いを受けてるわけですが、まあこちらの方は北朝鮮としてはね、まあ北朝鮮というかこの方ですよね、このキム・ジョンさんとしては、あのね式典にはまあ行きたい気持ちもあるのでしょうが、大親分の中国から呼ばれてるわけですからね。ただですね、式典に行くとおそらくね写真とか撮るときにこのキム・ジョンウンさんはね端っこに立たなきゃいけないんですよね。そうすると北朝鮮の国民に示しがつかないというわけなんですね。ですから北朝鮮にとってはこのキム・ジョンウンさんにとってはあまりね積極的にその中国の、抗日戦争勝利の式典には出席したくないということがあるらしいです。で、一方、韓国のパク大統領はですね、中国はね、共に一緒に日本を叩いてる。まあ、そういう意味では仲間ですから、その仲間のところに、まあ、行きたいと。でも、本来はね、本当の仲間はアメリカのはずですから、それを裏切っていくわけにはいかないといった感じで、パク大統領も非常に困ってる立場だと思います。ですからよくよく考えてみたら、この北朝鮮と韓国にとっては、何かしら中国に行かない理由がね、勃発してしまえば、まあ、そちらがね忙しくてちょっと申し訳ないが今中国に行くわけにはいきませんと、非常事態が私たちの国で起こっていますから、そちらがね最重要課題なので、国を離れるわけにはいきませんという状況を作ってしまえば、今度の9月3日の中国の、式典にね参加しなくて済みますよね。なんかそういうふうに仮定をしてみると、
今回の件はね、結構すんなりと、なんか納得してしまう部分があるんですよね。まあ、これはもちろん私個人だけの意見ではありません。多くの方が、まあ、多くは言ってませんけど、何人かの、ね、方々が言ってることで、私もね、そういう情報を集めてみて、確かにそうだなと思った部分です。そういうことを考えてみると、なんかね、北朝鮮が韓国に対して正式名称を使ったりとかですね、お互い一歩も譲らずっていう感じでね、まあ確かにね、どっちかが一歩譲って、そこで、ことがね、収束してしまったら、9月3日に中国行かなくてはいけませんからね、おそらく、まあこれはあくまでもね、予想ですけど、中国のね、式典が終わるぐらいまでなんだかんだ言って、この問題長引かせるのではないかっていうね、まあ予測もここで立つわけです。まあもちろんこれはね、あくまでも、予測なのでね、どうなるか全く保証もありませんけどね、まあ一応そういう感じですね。はい、ではちょっと長々と喋ってしまいましたが、今回の動画は以上です。引き続きこの問題をね、注目していきたいと思います。動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。